やっちゃうよ、大ジョンです。ということで、今日もやっていくんですけどね、今日は、新企画、新企画の、続きと言っちゃうんですけど、前のね、新企画出した超回復ロイヤルが、あまり伸びなかったので、ちょっとね、プッシュしていこうかなという感じで、正直なところなんですけど、今日のタイトルコールは、ドゥルルルルッ、超シャテロイヤルだー。ということで、今日はね、超シャテロイヤルということをやっていくんですけど、デッキはこれ、ダンと。とりあえず、1枚ずつ、メンバーをね、俺らの最強メンバーを紹介していきたいと思います。まずね、クラロワにおいて、射程ってのは命なんですよ。もう命の長さといっても過言ではないですよ。射程が長いユニットほど長生きすることができる。単純にですよ、もう射程1のやつよりも射程10だったら、そいつに届くのが距離が10倍あるじゃないですか。ってことは、体力10倍みたいな、もう死ぬのがね、10倍遅いみたいな、そんな感じなんですよ。なんで、とりあえず、射程さえ長ければ、相手がこっちにたどり着く前に一方的に投げることができる。つまりは、最強。ということで、とりあえずね、俺らの仲間を紹介していきたいと思います。とりあえず、こいつ、アイスウィザード。こいつは、射程が 5.5 もありながらも、相手を凍らすことができる。最強。ホバリング砲。こいつは、空を飛んでるにもかかわらず、射程が6もある。射程6ということは、つまりは、そういうことだ。吹き矢ゴブリン。こいつは射程が 6.5 だ。ちょっと下方されて、4杯ぐらい下方されて、こいつは、ちょっと待って、終わってない。こいつはな、4パーも下方されてな、射程が 6.5 で、しかも3個数出せんだよ。3個数で 6.5 ってことは、それだ。マジックアーチャー。こいつは射程が7もありながら、範囲攻撃で全部のユニットを刺し潰すことができる。つまりは、一方的に殴りながらも、どんなユニットをも、デリートすることができる。マンジ。次に、プリンセス。こいつは、相手の陣地に入らずに、相手のタワー攻撃できる、唯一無二のユニットだ。こいつを自陣に出すだけで、範囲攻撃プラス、相手のタワーにもダメージを与えることができる。こいつ一人でキングタワー折れると言っても過言ではない。つまりは、最強。次に、この、建物2トップ。こいつらは、射程が 11.5 もあるんだ。11.5 もあるにもかかわらず、こいつらはな、マジで勝てえんだ。マジで勝てえってのはどういうことかわかるか。つまりは、射程があるにもかかわらず、自分の陣地にな、置きながらも、相手のタワーを撃つことができるんだ。つまりは、最強だ。最後に、三重士。こいつら一見、射程が6にも見えるんだが、今3体いるから、18だ。射程18って聞いたことあるか。こっからここぐらいまで行っちゃうぞ、お前この野郎。ってことで、三重士はな、出すだけで射程18あるんだ。18ってことは、マジで、マンジ。ってことでな、こいつら、あれなんですよ。全員合わせたら射程100ぐらいあるんで、このデッキ。射程100ぐらいあるんで、射程100もありゃね、普通のデッキに負けるはずがないんですよってこと。なんでそれに気づかんかったのって話。ってことで、行きたいと思います。一思いにね、射程でね、分からせてやろうかなという感じで、行っちゃおうかな。OK、来た。とりあえず、こいつでね、相手は俺のデッキなんか絶対分からないんで、とりあえず射程でね、射程で攻めていきたいと思います。まさかと。まさかですよね、あのライキ・ジョーンズが来たら、それはまさかだ。そりゃそうなるわ。俺だってそうなるもん、あのライキ・ジョーンズが来たら。うわ、まさかと。とりあえず、射程9でビビらして、相手これバビリ散らかしてるんで、とりあえずここでバビリ散らかしさしておいて、迫撃じゃない、ホバリング砲、射程6の最強ぶち壊れユニットを、とりあえずぶち込んでいく。とりあえずこいつをぶち込むことによって、相手は日和散らかしていますね、今。はい、次に、7、射程7、どんどん上がっていきますよ。どんどん上がっていく。はい。これ処理しちゃうからね、俺。もうね。よいしょ。
OK。 はい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 、そんなのもお茶の子です。お茶の子言っちゃえばお茶の子なんですよ。結局はお茶の子なんですよね。はいはいはい、よいしょ。ここで攻撃も射程、もう相手陣地に俺のユニット一体一歩たりとも踏み入れることができない、相手陣地に。そういうことだ。とりあえずもう相手陣地に入ることなくエリクサーポンプを壊していって、なおかつ自分の陣地から相手のタワーへダメージを轟かせることができる。最強だ。とりあえずこれでホバリング砲で、まあね、射程で勝ってるんで負けるはずがないんですよ。投げるまくるやる、なるほど、殴り負けるはずがないんですよ。ええ。で、とりあえずまたね、まあどうせ何かしら出してくるんで、マジックアーチャーで攻撃していくと。とりあえず後ろから射程が長いモンスター出すことによって、相手をビビらせることができる。ああ、とりあえずこれだ。で、これどうせインフェルノドラゴンとか来るから。よいしょ。はい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 。どうせインフェルノドラゴンとか来るんですよ。わかってるんだ僕は。僕はわかってるんだ。やばい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 。オッケー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 。はい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 。よいしょ。これで射程でもう相手の陣地に一歩たりでも踏み込まねえ。あー絶対に踏み込ま、あ1マスずれた、1マスずれたところで射程が長いから関係ねえんだ。マンジ、とりあえず怖いからここに置いとこう。マンジ、まあ、これで相手ユニットは、まあ、寄らねえな。まあ、寄らないで あえて寄らせないことによって、この攻撃することによってみたいなところがありけり。やべ、射程18、射程18なんだけど、あ射程が余りすぎた。射程がなんか逆になんかもう本当になんだろうな、50メートル走で100メートル走っちゃったみたいな感じですね。もうとりあえず50メートル行ってもう帰ってきちゃったみたいな、そんな感じで、あんまりうまくいかなかったんですけど、まあ、つまりね、射程っていうのは最強なんですよ。もう置くだけでいいんで、今みたいに置くだけで勝つことができる。ぜひ皆さん、射程の長いユニット最強なんで使ってみてください。ということで、まあね、射程18でちょっと行き過ぎちゃったかな。最後射程18を出してそれでタワー折られちゃったんで、ちょっと行き過ぎちゃったかなと思ったんだけど、まあ最強なんでこのデッキを使ってみてくれ。ということで今日はこの辺で終わりだ。じゃあな、アデュー。